今回は最近やりだしてる、やりだしてるっていうか、まあ、やるだろう得ないように追い込まれてやってんだけど、雑談動画をちょっとやっていきたいと思います。で、今回の雑談は何かっていうと、今回ディズニーじゃない。毎回なんかそれ言ってるけど、今回はね、楽天のスーパーセール、で購入したんだけど、椅子をね。で、ちょっと上げたと思うんだけど、不良だったと。一部がね。でも、それはね、それ自体は、自分たちでどうにかした。自分たち引きこもりでちょっと交渉とかやりたくないんで。じゃあどうしたのって言うと、まあそれはね、別動画で話すとして。で、今回それにまつわるんだけど、よく見ないで変わっちゃったんだよね。調べないで。ほら、時間が迫ってるから。スーパーセールでわかるでしょ、早く買わなきゃっていうのね。で、他のは始まる前で調べてたんだけど、いろいろね。自分が欲しいものなんだよ。でもたまたま椅子は見てなかったんだよね、よく。だからその業者が悪いとか、楽天が、まあ壊れた部分は別よ。破損した部分は。楽天とか悪いとかいいんじゃなくて、自分のリサーチ不足だったんだけど、今まで使ってたゲーミングチェアって言われるものが、自分のチンパンは限りなく90度に近かったんだよね。背もたれが座った時にね。で、それが楽だったんだよね。でも、今回やったやつって、多分75度とかなんじゃないかな。要するに、ちょっと斜めこうじゃなくて、今までのこうだったんだね。それがこうなんだよね。少し。最大が。こういかないんだよね。わかりにくいと思うんだけど、こうなんだよね。こうっていうことは、斜めになってるっていうことは、座った時に、なんだ、休む時は楽なんだよね。でも、何か作業しようとした時には、背を伸ばすんだよね。その時に背がないんだよね。空間ができちゃうんだよね。と疲れるんだよね。チンパンだよ。人それぞれだと思うんだけど、それはさ。もうほら、斜めになってる人がいいっていう人もいると思うんだよ、それはさ。でも、チンパンは疲れちゃうんだよね。で、どうしようかなっていうね。で、俺に、ね、半額でよかったなって。半額セールだから。でも、持たねえな。肩ね、もう初日から肩凝ってんだよね。で、持たないと、これは。で、どうすっかな。買おうかな。新しいの。いや、っていうね。で、ちょっとね、チンパたちもう一個買っておいたんだよね。もっと前に。で、それを片付けたら入れようと思ったんだけど、片付けてる最中にこの楽天スーパーセールで買ったやつが届いちゃったからどうなるかっていうと、まあ邪魔なんだよね。だから組み立てちゃう。しかなかったんだよね。で、使ったんだけど、まあチンパはちょっと疲れると。どう考えてもね。慣れないな、これは。そしたら、オランのエリア改造すればオランが使ってやるよ。しょうがないから。本当はオランはそのストックしてたやつを使いたかったんだけど、それはね、ウッドがあるんだよね。ウッドなんだっけ、足があるんだよ。フットがあるの、足が。だから、オラン使いたかったんだけど、それもね、チンパのリサーチでこれ、足があると思ったんだよね。ないんだよね。足があるって、足を伸ばせるようにするってこと。座席、座椅子みたいなやつじゃない。足がないんだよね。だから、オランにはどうかなと思ったんだけど、オランが、まあ、買っちゃってすぐ捨てるのは持たないでしょ、どうにかしちゃうのね。だから、まあ、使わなきゃ損だと。しょうがないから。で、オランは大体ね、背もたれ使ってないらしいんだよね。いや、なんていうの？ちっちゃいから、奥まで、足が短くて奥まで座れないっていうか。そう。で、斜めになってるから、さっきも言った背もたれが、座椅子面が広いんだよね、これ。あと軽い。悪いとこばっかり、自分チンパに合わないって悪いとこばっかり言ったけど、いい面としては、今までのチェアよりすごい軽い。動きがいい。あと足が、今までのチェア4本ぐらいだったんだけど、5本になってんだよね。だから、小回りが効くっていうの動きの。キャスターの部分ね。そう。それはオランに向いてるのね。オラン力がないから。で、座席面が広いんだよね。で、オランって時々足がだるくならないようにとかあって、正座するんだよね、座席の上で。だからそれには向いてるんだよね。座席面が広いから。だから、オランがだったら使ってみるよって言うんだから、まあ、ストックがなくなるってことは、要するに、片付ける部分も片付くってことだから、いいかなって、しょうがないな、これはってね。で、ちょっとね、オランの部分を片付けつつ、しようかなって。でね、今日はね、そういう雑談あげて、これで、今日の動画ちょっとね、勘弁してもらって、ちょっとお片付けに入ろうかなって。そのオランのエリアのね、なんていうの、模様替えか、片付けなんで。をちょっとして、この、今組み立てちゃった椅子をオランのスペースに入れると。ことをしたいなと思って、この動画、ちょっと雑談動画上げたんだけど。だからね、やっぱりね、まあなんで、調べるのは当たり前なんだけど、セールでも。何日もあるわけだから。何日もあるっていうか、ちょっと時間はあるわけだから。でもなんかセールって舞い上がっちゃダメね、人間。舞い上がっちゃうでしょ、セールだと。乗り込めってなんていうの敵の、なんていうか、何も調べないで、旗振りまいて、走っちゃったらダメだなって。もう敵軍に滅ぼされてるんだよ、もうね、チンバが。滅ぼされてんだけど、滅びたままじゃいられないから、その壊れた部分もそうやってね、修復したし、修復っていうかね、ちょっと他の部分なんとかしたし。だからね、そうなんなきゃダメ。このまま滅びててもしょうがないから、なんかちょっと壊れちゃったお城を助け直さなきゃなんないっていうね、事態なんだけど、それをまあ頑張ろうかなっていうね、感じで、ちょっと今回の雑談動画、ちょっと終わりにしたいと思います。だからね、ちょっとでもね、次、現れる時には雑談動画として、なんていうの楽になりましたってね。言えるようになりたいと思います。じゃあ、以上です。